ねえ、私今日がさ、今日がもう決勝だと思ってた。アメリカと戦ったんかと思ってた、今日。でもさ、外にいる、今日いたんだけどさ、外にいる人全員応援してたよ。見てないけど。みんなね、速報とかでね、知ってる人たちばっかだったよ。けどさ、3点取ったとか、大谷が打ったぞとか、さよならとか、みんな言ってたよ。みんな応援してた。暑いね。連休明けの仕事。お疲れ様さ。こんばんは。リナッチのツイートで思い出して、そこから20分仕事にならずずっと、ツイッター見てた。じゃあ見てない同士ってこと？もうさ、下はさ、もうみんなデスクに向かわず、営業せず、接客せず、もうみんなでさ、プライム見ようよ。もう明日は良くない？ いやー、もうさ、設置しようよ、テレビ。いや、で行きたいもん。なんかさ、スポーツさ、観戦できるさ、なんか飲み屋みたいなあるじゃん。ああいうとこ行きたい。ウェーってやりたい。でも残念ながら日本時間朝8時からなんだよね。陽キャの街に行ってみたかったよ。しかし朝なんだよな。いやー、でも優勝してほしいな。マジ熱くない？だって。WBC ラジコで聞く予定。あ、聞くタイプね。タイプか。そもそも朝を、いや、起きないな。起きなくない？どう考えても。私いつものノリで無理やん。今日だってさ、早起きでさ、何時に起きたって。朝の9時半。9時半に起きて、んで、10時に家出るって勘違いしちゃってて、でも本当は、10時45分に家を出るっていうのの、思い違いで、めっちゃ、爆速で準備してたからさ、あ、ラッキーと思って。そうなんだよね。起き続けるのは得意だから、8時まで今から起きようと思えば全然起きれる。あ、15分になったね。分かった分かった。まあ待ちなって。あんな劇的な勝ち方ないよね。いや本当に。だってあれさ、いやごめん、本当にルールよく分かってないから。あれさ、もしさ、相手側がさ、一発キャッチしちゃったらさ、もう試合終了してた？あれもしかして。か、まだツーアウト、スリーアウトじゃなければまだもう一人ぐらい打つこと可能だったのかな。私もさよならの瞬間、もうなんか5回ぐらい見た。いやー、もうだって、
ね、呼び捨てはして申し訳ないけど、実況とかさ、ツイッターでもなんだけど村上村上村上言われとったやんかなあ。村上さん見せてくれるねって感じしてん、みんなね。なんかさ、野球ってさ、野球だけに限らずなんかスポーツ何でもそうだけどさ、めっちゃエンターテインメントやと思わん？なんかさ、ちょっとスマホケース外すわ。なんか位置悪っローアングルすぎやろ。いや本当に本当に思うんだよ、やっぱさ、何、ただの試合じゃないっていうか、ちょっと楽しませてくれる、ただの戦いじゃない、どうなるのかワクワクみたいな、パフォーマンスみたいな、そんな感じがする。村上様と、あれ村上さんの方が若くなかった？1個ぐらい、分からん。あ、1個下や。あ、なんかめっちゃずれてんだけど、どうにかならんの？うん、これでいいかも。こんばんは。何がドラマかって、村上さんそれまでノーヒットやったってか、それなんだよ。それだからこそさらに、いやそうだからさ、なんかさ、もういっぱい言われとったやん、もうそんなもう一緒に頑張ってんねんって、もう一緒にやってんねんからって思ってたよ。いや本当にだからこそね、そこで決めちゃうのがやっぱって、あ、にわかがなんか語ってます。はい、負けてたら今頃 WBC なんていらないとか言ってないいらないはないでしょ、だってめっちゃおもろかったもん、これ。もし負けてたとしても、これまでの試合シンプルに楽しめたから、ドームでの、東京ドームのね。そうだから、その断片的なさ、その今日の試合のとこしか見てないから、他のところ見てないんだよね、申し訳ない。あー、これ充電途中でなくなるな。さっきさ、あまりに眠すぎてさ、11時過ぎから配信始まる10分前ぐらいまで寝てて、でスマホ充電してたつもりがコンセント刺さってなくて、バカだよね。だからあ、テロップ変えよう。だからね、あのちょっと充電させてもらってたのよ、ラジオにして。ちょっと充電器遠いからさ、ダーガーさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。前回大会メキシコ、カナダ殴り合いの乱闘になって、ボクシングの方の WBC って言われて、そんなことあったの？ダメだよ、殴らないで、
もうパフォーマンスして、そこは殴り合いのパフォーマンスじゃなくてさ、なんかもうちょっといいね、うん、充電始まったか確認してから眠らねえ。いやもうそれどころじゃない、もううんみたいな。いややっぱね、3時間半睡眠はダメダメだよ本当に。電車でもうとうと、ばあちゃん家でも爆睡、そう爆睡してた。そういえばさ、治ったかな。え、治ってない。やっぱりなんかさ、これ何かぶるかな、これなんかね、ザラザラしてんのこれ。なんかさ、おばあちゃん家でさ、こう寝ててさ、起きたらさ、起きたらだったと思うんだよこれ。見える？見えるね、めっちゃ。うん、これかなって思ってんの、もしかして。このブツブツがもしかしたらこう寝ててこうなったか、なんか座布団で寝てて座布団の何らかの肩がついたのか。痛くないんだよ、全く痛くないし、痒くもないんだけど、え、なんかめっちゃ嫌じゃない。え、なんかすっごいキモくない？なんかブツブツしてんだよ。ブツブツ、え、ブツブツはしてない、なんかほんと肩がついちゃったみたいな。でもこれでまあまあ長時間これで寝てたよ。こうかな分かんないけど、でもこのこれの可能性なくもないよねって思わんこの期時間なんでやろ、すごく嫌。なんだろうね、とりあえず様子見だわ。ママに聞いてみよう。5月神戸行きますせ、イエーイ。神戸、神戸とか私行ったことあるけどないんだけど、え、あるけどない、ないに等しい。神戸なんてほんまに用が過去にない。え、なんか子さんの人は知ってると思う、リカと彩香のなんかなんとかトークみたいな、あとリカと誰かのなんちゃらトークみたいなラジオあったじゃないですか。あれで神戸に行ったことはある。あ、ワールド記念ホールか。あー、でもあれ神戸味わってないからな。もうさ、バスでさ早朝に移動してさ、爆睡してさ、気づいたら会場ついててさ、でわーっ準備して、で楽しくライブやって、でだから最寄り駅とか知らんのよ。でさ、知らないって失礼だよね、ごめんなさいね、でも知らないのよ、絶対車で行くから。でさ、そのまままたライブ終わって疲れ切って寝てさ帰ってくるじゃん。だ、神戸タワーとか多分行ったことがない、見たことはもしかしたらあるけど。あ、それそれ、リカと彩香のガールズトーク、イエス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 、それ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 、ラジオ関西、そうです、それです。ラインスタンプ買いました、遅くなりました。ああ、ありがとうございます、使いまくってください。あとね、オタクバージョンのラインスタンプが、この子を完成させればまた販売申請します。来週にはリリースできるようにするので、マジで待ってて。超かわいい、超かわいい、絶対オタク友達がいるなら使えるから。うん、
ポートタワー、あ、神戸タワーってポートタワーなの。あ、そうなん。フェリーから見る神戸の夜景綺麗よ。行ったことない。本当神戸行ったことないよ。そうそうそう。あ、知ってるよ。あのリカと彩香のガールズトーク。誰だっけ今、シンシンだっけ。カモッと後輩がやってる、とユズハとかがやってるイメージ、なんかツイッターで見た気がする。おおおおおお、合ってた。おシンシンとユズハがパーソナリティ。おお、合ってた合ってた。いやありがたいよね、そうやってさ先輩がさ卒業されてもさ、そういうレギュラー番組をさ続けてくださってるっていうのは嬉しいことだよ。てっぺんラジオもそうですし、いや本当に。250コインかと思って、高いやんけと思ったら250円だから普通だった。そう、普通でしょ、普通だよねごめんね、120円じゃなくて250円で、ごめんね、許して。250円ならよくない250円だったらさ、なんか何か節約したらとかじゃなくないさせね、ほんとみんなありがとう。いやほんと意外とみんななんかゲットしてくれてね、すごく嬉しい。もちろん買った、ありがとう、ありがとうございます。え、そう神戸行くねみんな。どんな舞台になるんだろうな、楽しみだな、楽しみだな。顔合わせはまだです。その前に朗読劇があるから、そっちまず全力投球せな。ちゃ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 、もう朗読劇のもう稽古の前に神枝恵美香様を招待することに全力投球せなあかんのに、はあ、どうしよう。リクアに出演以来来たらどうする。え、絶対ないと思うけど絶対出る全然もう無給で出るあ、出してくれるならそれはそれでありがたく受け取るけど全然、あ、いいよって、いついつってうん、なになに、天孫降臨でラーメン屋行くの楽しみ。それは神戸？神枝恵美香様はいつ頃いらっしゃるの？いつだったっけな、でも本番の近くらへんだったと思う。呼ばれてないのに乱入してほしい、やばいでしょ。いや、つまみ出されるし怒られるし、もう出禁になるよ、もう絶対ダメだよ。え、でもバレずにできる気がするバレずに多分全体曲とかひっそりそれっぽいマイク持って、全体曲多分いけると思うんだよね。かアンコールでもし NMB48 とか歌うなら、あ、おいって多分やる全然いける本当に。うーん、いや OB だけどダメだよ、ダメダメダメ、そんなね甘っちょろいもんじゃないよ。三宮にあるラーメン屋で2回食べてうまかったからまた行きたい。ラーメン屋か、行きたいな。三宮降りたことないよ、だから客席からアンコール発と言えばいつやんの、いつやるの。大阪行くタイミングと被ったら見に行きたいけど、
ンコール行くぞ。うおーリーナッチ最悪最悪最低最低本当に最低今のは忘れてください。あそう髪色またなんかもうやばい、どうしよう、苔になってきたらどうしよう。えこんな色じゃないんだよ、なんか配信だとなんかすごいなんか黄緑黄色みたいな、やだやだやだ、そんなんじゃないんだって。でもほら内側はまだ青いんだよ。直に美容院行くぞ。でもなんかさ今すごいプリッチーな髪型になって、プリッチーにあなってないか、えなんかほらちょっと丸い丸みを帯びてる。黒髪前髪パッツンロングの私がみんな好きなんだろうなって思ってるんだけど、ごめんねごめん、もうちょっとだけ好きにさせてこれが終わったらって、終わるために何かやってるわけじゃないけど、この髪型に満足したらケーランに向けて黒くするからさ、待ってな。5月3日オリックス劇場、うわーうわーうわー、ギリ東京行けない、いけないわ、あきり東京だわ。あー惜しいね、前乗りでとかいう問題じゃない、あと3日ぐらいずれてたらいけたかも。あーあーごめん、マーチュンさんがアンコール発動したことはあったか、どうだったか。あー神戸牛いいね、いいね、うんー、ハローハロー、どうもー。朗読劇の役どころ的には髪色はだから美容院行くっつってんじゃん髪型は別にもう No problem Yes。 けど真っ黒にはしないと思う、真っ黒にはしないぞ。切腹さん桜の花びらありがとうございます。ファンレベルが上がって応援隊になりました。あ、ハートもありがとう。ありがとうございます。ルーム、気持ちがこもりすぎるため息じゃわい。何、私ため息ついた、ごめん、無意識。あ、美容院行かれるの毎月末の恒例行事でした。確かに本当じゃん、そうなの、月末に毎回切ってる、やば。あと何日がずれてればの時の、あー割と本当に久しぶりにライブ見に行きたかったな。わー惜しいな。でもこれによってその近じその付近で大阪に行くことが今みんなにバレた。まあいいけど、別にやねんけど。はあ、そっか。めっちゃコメントおもろい。大丈夫ですか？私は大丈夫ではありません。どうしたん？私はね、毎日大丈夫。まあ片付けに関しては大丈夫じゃないけど、でも毎日
ああ今日もいい一日だったで終わって寝てる。うん、なんか今日が私の今の考えは、今日が幸せだったらそれでよくて、あの明日は何しようかな、明日は何々をするぞみたいな、だから片付けできないんだよ明日はみたいなのが一切なくて、今日あいい一日だった、おやすみなさいみたいな、そう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 、特別何か幸せなことがあったわけじゃないけど、でもまあなんか普通に、ああ今日のママのご飯美味しかったとか、それだけでもいいんですよ。配信ではよく笑ったわみたいなとか、ああ今日も可愛い、ああおやすみなさいみたいな、まあそういうのでいいんです。うん、そうだからね、良くも悪くも何も考えてないうん、そうだからそのまま寝て、朝そのまま目覚めなくても私はそれでいいって思いながら生きてる毎日。勝手に涙が出てくる。あら大丈夫ですか？それは大丈夫じゃないですね。いやでも私もそうだったよ、3年前は。3年前の今あたりはすごいのんきにへへへって言ってたけど、その半年後ぐらいもう勝手に、年末やばかった、もう勝手に涙出てくる。あのコノミンとばったり会った時に、コノミンを見ただけでブワーって涙出てきた。やばくない？コノミンに何も話したとか、コノミンと何かあったとか、コノミンに悲しくなったとか、もうなんかそういうのじゃなくて、なんか見ただけでブワー泣いたことがあった。うん、その時はリアルガチやばかった、精神ガチ病みしてた。マジ消えてって思ったけど、でもそんな勇気ないじゃないですか。そんあのね、だからそういう勇気がある人ってマジすごいなって思う。うん、でそれをね褒めてるとか、それがいいってわけじゃないんだけど、全くね、そうなる前に助かってほしいけど、なんかすごいなって思う。無理やもん、そこまでの覚悟ないし。ベースアップって何？まあでもさ、まあ、考えすぎないことだよ本当に。なんか嫌なことでも言われたの？ベースアップ。いや本当に嫌なこと言われても、もうね、もう配信でも何回も言ってるわ。もうなんかムカつくこと言われてもさ、なんかはぁ、はぁ精神で言ってたら多分大丈夫です。はぁ言われちゃった、うんじゃなくて、やったとか、あとダメだったとかじゃなくて、でもないのよみたいな、なんでだよみたいな「つんら」みたいなっていう精神でいたらね大丈夫。でもごめんね、私さ、そういうさ、なんか昇級みたいなさ、そういうさ、なんかガチめのさ仕事したことないからさ、私の時はさみたいな、上司にこう言ってこう言ったらさ、割と変わったよじゃないんだよね、ごめんねごめんね、ほんとバイト止まりだからさ、なんかそういう会社のそういう組織的なことはうまくアドバイスができない。ただだそれでだうまくかなわなかった、でそこで自分責めたら絶対ダメ。うん、
好みで泣くのは重症な気がするやろ、重症やろマジで。いやそんな時もありましたって感じ。うん、なんか叶わなかった、うん、私ダメなんだな、なんでなんだろう、本当に無理だな、辛いな、じゃなくてなんだよみたいな、マジ意味わかんねえみたいな、あいつクソだなぐらいに思ってたらいいよよ、解決法を何か教えてくれたらまあ一番いいけど、ただそこで自分責めたら絶対ダメだと思います。私はなんかもうよっぽど悪いことしたとかさ、なんか嫌がらせしたとかさ、なんかそういうのだったらねまた別だよ、けどさそうじゃなかったらさ、なんかミスしたとしてそこでこれはねこうするんだよとか、なんかいや本当私そうだ、マジマジなんかなきつく言われたらな、心の中とあとその人がいなくなった瞬間に言い方ってあるよねなんでって言っちゃう、あ聞こえないようにね、本当にあの言い方ってあるよね、なんやねんあいつムカつくなをあのいないところで私は言うとすっきりする、だって間違えただけだもん別にそんな言わなくたっていいじゃん、プリプリみたいな、やるだけのことはやった、評価の基準は満たしてると言われた、あと何が足りないのだろうか、やるだけのことやっただけど、まず自分褒めたらいいんじゃないですか、変なことやったよなって何やねんあいつってごめん本当私バカだから何やねんあいつしか言われへんねん、いや本当にバカだね、シンプルになんか熱く語ってたらこうニットが熱い、本当にごめんねバカだから、そういうなんだろう分析みたいなことできないんだよ、もちろん自分がね悪すぎたら反省しますよ、あーまたやっちゃったみたいな、この間言われたのになみたいな、あーみたいな、だってさ自分でさこうお皿さまあ割っちゃったとします、すごいなんで皿割れんだよみたいなそういう怒り方はしませんよ、うん、そういう怒り方はしない、あー気抜けてたわみたいな、それはちょっとやばいやばいごめんなさいって言う、そこはちゃんと自分が悪かったって認めるけど、逆になんかこう渡す瞬間にお客さんにパッて取られてそのままパシャーみたいな、おいマジかよみたいなおい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 みたいな、そこはちょっと自分を責めすぎない、それもちろん申し訳ございませんって言うけど、いやちょっと持たないでくれよってんでだよありがとうございます、うん、おやすみなさい、明日起きるかな、とりあえず起きたらおはようございますのツイートは絶対する、起きた時点でするね、うん、起きた時点でおはようございますと言いますのでどうぞよろしくお願いします、ありがとうございます、そんと優勝を願います。
ではお疲れコーナーさん、ありがとうございます。バイバイみんな、また明日。